ラウル・ゴンサレス、ラウル・ゴンサレス・ブランコ、1977年6月27日帯は、スペイン・マドリード州マドリード出身の元サッカー選手。ポジションは、フォワード、ミッドフィールダー、元スペイン代表、ラウールと表記されることもある。レアル・マドリードの歴代最多出場、また2015年に、クリスティアーノ・ロナウドに更新されるまで、 クラブ最多得点の記録保持者であり、レアルマドリードの象徴的存在の選手、欧州カップ戦における通算得点記録保持者でもある。その他スペイン代表でも102試合に出場して44得点を上げ、当時の歴代最多得点記録も持っていた。2002フィファワールドカップ後から最後の代表招集まで首相を務めた。その知名度の高さから2016年オリンピックの マドリード商兵のためにコッペンハーゲンにて最終プレゼンを任された。2015年より LFP のアンバサダー、親善大使を務め、また FAO の大使としての活動も行っている。レアル・マドリード、シャルケレイヨン、アルサッド、スペイン代表とキャリアのほとんどで背番号7を背負ってきた。マンチェスター・ユナイテッドで背番号7をつけていたデビッド・ベッカム・ヤクアの ロナウドも、レアル・マドリードではラウルが7をつけていることから別の番号を背負ってプレーした。スペインの首都マドリードに生まれる。父親ペドロはエンジニアで、職場がアトレティコ・マドリードの本拠地の近所だったため、ラウルは幼少の頃から身近にサッカーがあったという。10歳でカランサスという学校のクラブチームに入る。ズバ抜けたゴール感覚は当時から際立っていたという。 当時アトレティコのユースを指揮していたフランシスコ・デ・パウラが入団を申し出訪問。父親ペドロがアトレティコのファンであったことからもすぐさま承諾し、アトレティコ株組織の一員となるが同クラブのユース、経営終了に伴い放出される。1992年にレアル・マドリードのユースに移籍。その2年後、当時監督をしていたホルヘ・バルダーノによってトップチームに昇格し、 1994年10月のサラゴサ戦でクラブ最年少記録の17歳と4ヶ月トップチームデビュー。しかしその試合ではあまり活躍できず、さらにはチームも負けてしまい、ラウルとバルダーノは批判を浴びた。しかし翌週のアトレティコ・マドリード戦に先発出場したラウルは初得点を含む全3得点に絡む活躍を見せる。その後、 チームの中心人物であったエミリオ・ブトラゲーニョからポジションを脱した。1995年にはスペイン代表としてワールドユース選手権に出場、5試合で3得点を挙げた。また、1996年に行われた自国開催の UEFAU-21 欧州選手権にも出場、9試合で8得点を挙げる活躍をし、スペインの準優勝に貢献した。 ラウルは各世代の代表ユースで合計17得点を記録した。1998から99シーズンと2000から01シーズンの2度、リーガイスパニョーラの得点王に輝き、UEFA チャンピオンズリーグでも1999から2000シーズンと2000から01シーズンに得点王になっている。2001年にはバロンドールにおいて2位。 フィファ最優秀選手賞では3位にそれぞれ選ばれた。また、1999から00シーズンから2001から02シーズンまでの3年間、UEFA 年間最優秀 FW 賞に選ばれた。スペイン代表として臨んだエウロ2000の予選では、オーストリア代表との試合で4ゴールを挙げ、さらにその4日後に行われた3割の代表戦でも、ハットトリックを記録。最終的に、 予選8試合で合計11得点を記録した。また、フェルナンドイエロの代表引退、アルラーヤン SC 移籍後は、それぞれでキャプテンを引き継いだ。2002から03シーズン、クラブの銀河系制作により、コンビを組む FW が最高の連携を見せていた。フェルナンドもオリエンテスやグティからロナウドへシフトした。翌2003から04シーズンには、主力の守備的選手が移籍して、 チームバランスを失うという事態が生じ、運動量豊富なラウルは、運動量のないロナウドのサポート的な役割が増大して、組み立てや守備にそう回ることとなり、次第に自身の得点が減少していった。2003年11月には、マドリード市内に所在するレイフアンカルロス大学のスポーツ施設入り口に、エスタディオラウルゴンサレスランコ、エルエストディオラオールゴンザレスブロンコが設立された。 2005から06シーズン UEFA チャンピオンズリーグのグループステージ第2節オリンピアコス戦で通算50ゴールを記録し歴代1位になった。またスペイン代表の最多得点記録もかつて持っておりスペイン代表の800得点目と900得点目を決めたのも彼である。2006年8月15日のアイスランドとの親善試合0から0で 史上二人目の代表さ0 0試合出場を達成した。レアル・マドリードでは、国内リーグ制覇6回、UEFA チャンピオンズリーグ制覇3回、トヨタカップ勝利2回などのタイトルを獲得しているが、コパデル・レイは獲得していない。また、ナショナルチームでは、当時のスペイン代表歴代最多得点を記録している一方、大一番で不発に終わることが多く、タイトルを獲得できていない。 ここ数シーズンは所属するレアルマドリードの不調とともに、ラウル自身の得点数が減っており、2004年の欧州、選手権後はついに国内外から避難が集中し、2006年のワールドカップ後の2006年10月より、スペイン代表に招集されていない。それについて、レアルマドリードのチームメイトであるグティは、現在ラウルが代表に招集されていないことを、おいとし、 スペインの恥と発言している。この頃はメディアでラウルの放出についての報道が相次いだが、チームラウル本人ともこれを否定し残留している。この際ラウルはチームに必要とされている限り、ここ、レアルマドリードを出るつもりはない。と語っている。2006から07シーズン前、当時調子を落としていたラウルをクラブ上層部が レンタル移籍させることで話を進めていたが、ファビオ・カペロ監督が反対し、放出を免れた。カペットは、精神的な部分でクラブを支えるラウルの存在は、絶対不可欠であると上層部を説得した、と、カペロ自ら語っている。また、同年ルートファンにステルローイが加入し、出場機会が減少したロナウドが、半年後に移籍した。そしてそれまで迷走中だったマドリーは、 シーズン終盤戦に立て直り4シーズンぶりに優勝を飾った。2007から08シーズン、シーズンを通して、本来のセカンドトップで起用されるようになると、かつてのような得点力を取り戻し、毎シーズンを大きく上回る得点を記録、リーグ優勝の原動力となった。また、このシーズンより始まったトロフェオアルフレッドディステファノの最初の受賞者となった。 2009年2月15日のスポルティング基本戦で2ゴールを挙げ、公式戦通算ゴール数を309とし、クラブ歴代の最多得点記録を持つ、アルフレッド・ディステファノの307をも超えた。2009年2月、2010から2011シーズン、限りで、現役引退あるいは、欧州の舞台から退く、可能性を示唆した。2009から10シーズン開幕前に再び、 フロレンティーノ・ペレスが、レアル・マドリードの会長となり、大型補強を行った。その影響もあり、出場機会が減少した。2010年2月に行われたテネリフェとの試合に途中、出場したラウルは、ロスタイムに、ファンデル・ファールとのクロスからリガーガ・エスパニョーラ通算227ゴール目となるゴールを決めた。これにより、ディステファノと並び、 リーガエスパニョーラの得点記録歴代3位となり、テルモ・サラの持つ最多得点記録251まであと24と迫った。また同時に、フランシスコ・ブーヨのリーガエスパニョーラ542試合出場と並んで、出場試合数においても歴代3位タイとなった。デビューしたスタジアムでもあるラ・ロマレーダで行われたサラゴサ戦では、ラウルにとって、 レアルマドリードでの最後の得点となる先制点を挙げた。7月、レアルマドリードを退団。2010年夏の遺跡市場にて、シャルケレイオンと2年契約を結んだ。シャルケの監督を務めていたフェリックス・マガトは、公式サイト上で、シャルケにとって素晴らしいニュースだ。波外れた選手であり、ワールドクラスのストライカーの獲得に成功したと紹介した。 シャルケでの初試合となった8月1日のバイエルンミューンとンの非公式親善試合で初得点を記録しチームも勝利した。公式戦デビューは7日の DFL スーパーカップで再びバイエルンミューンとンの試合であった。しかしその試合では得点を上げることができずチームも敗れた。21日のハンブルガー SV 戦でブンデスリーがデビューを果たした。 10月20日、ハポエル・テルアビブ戦での2ゴールで、自身の持つ CL 最多得点を68に更新した。2011年2月、UEFA チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦、ファーストレグ・バレンシア CF 戦において、自身の CL 最多得点を69に更新し、欧州カップ戦の合計でも、フィリッポ・インザーギを抜いて、単独最多の71得点とした。 またこの試合で CL 出場試合数も139となり、パオロ・マルディーニの最多記録に並んだ。2012年2月19日の VFL ボルフスブルク戦では、シャルケでの33得点目を記録し、レアル・マドリードでの323得点を呼び、スペイン代表での44得点と合わせ、キャリア通算400得点を達成した。2012年で、 契約満了となるラウルに対して、シャルケは1年間の契約延長を提示したが、新たな2年契約を望んでいたとされるラウルとの間で交渉は決裂。ラウルが家族との時間を多く確保したいと希望したこともあり、2011から12シーズン終了後に対談することが公式 HP で発表された。また、シャルケのスポーツディレクターを務めるホリストヘルトは2年しか、 プレイしていないにもかかわらず、ラウルの背番号7を永久欠番とする意向を発表した。2012年5月13日、カタールリーグのアルサットが公式 HP 上で、ラウルが1年契約で加入することを発表した。ラウルは、クラブの副キャプテンを任され、8月5日のシェイク、ジャシムカップで、公式戦初出場、PK から得点も挙げた。ラウルは、 リーグ9得点を挙げ、アルサットのリーグ優勝に貢献した。2013年8月22日、トロフェオサンティアゴベルナベウで、サンティアゴベルナベウに外戦。前半はレアルマドリード、後半はアルサットの選手としてプレーしたラウルは、前半にアンヘルディマリアのパスから得点を挙げた。2013から14シーズンは、カタールリーグでは3位に終わったものの、アミールカップを獲得した。 2014年夏、契約満了のためアルサットを退団。現役引退も報じられたが、2014年10月30日、ニューヨークコスモスに2015年からの加入と、ユースアカデミーのテクニカルアドバイザーを兼任ることが発表された。ユースのテクニカルアドバイザーも務めることが明らかとなっており、現役を退いた後も、同クラブの若手指導に尽力することとなる。2015年、 北米サッカーリーグ、NASL のタイトルを獲得し、現役最後の試合をたわせんで、先発出場を果たす。先制した NY コスモスは、その後も追加点を上げるなど3から2で勝利を収めて優勝し、現役最後の試合を優秀の美で飾った。引退後は、引き続き、ニューヨークに居住し、上述の NY コスモスのテクニカルアドバイザーを、務めつつ、 LFP の北米大使に就任している。2017年に、故郷のマドリードに帰還し、育成部門のスタッフとして、フルス・レアルマドリードに7年ぶりに復帰した。その後、レアルマドリードのスタッフとして働きつつ、指導者ライセンス講習も受けており、2018から19シーズンより、下部組織の監督就任が内定したことが報じられた。同シーズンより、家電ナ B、 14から15歳の監督に就任。素早い思考やスペース活用の上手さ、ゴールへの嗅覚を生かした、ゲルトミュラーやエミリオ・ブトラゲーニョのようなプレーが持ち味。その他にも、滅多にしないが、ヘディングも得意であり、ループシュートなどのテクニカルなシュートや、ペナルティエリア外からのミドルシュート、ドリブルからの得点などあらゆる形で得点するとが、できた。タックルや、ディフェンスもでき、 フェルナンド・モリエンテスやロナウド、ルート・ファン・ニステル・ローイラ様々なタイプの f w とコンビを組むことができた。パスの受け手にも送り手にもなれる器用さを持ち、得点だけでなくアシストやチャンスメイクにも優れている。セカンドストライカーとしての他にもサイドハーフとしてもプレーできるほか、1997から98シーズンなど攻撃的 MF としてプレーすることもあった。また、 運動量も豊富であり、自宅に低酸素質を設置して、心配の強化に努めている。フェルナンド・イエロは、技術や、上品さ、パフォーマンスからフェラーリに例えて称賛した。ドンバロンアワードでは、最多の5度最優秀スペイン人選手に選ばれており、2004年には、フィファ100にも選ばれている。この賞に選ばれた、スペイン人は、ラウルの他には、ブトラゲーニョ、 ルイス・エンリケの二人のみである。フランチェスコ・トッティは、ラウルのような選手が、バロンドールの受賞経験がないなんておかしな話だよと、称賛した。ゴールを決めた際に、結婚指輪にキスする、ゴールパフォーマンスは有名。ワールドサッカーダイジェストのインタビューにて、試合前審判に指輪を外すよう言われたことは何度も、あるが、その度隠して持ち込んでいたと話している。 他にはゴールを決めた際に、背番号を刺したりアシストした選手を指さして称える、パフォーマンスがある。1999年10月3日にカンプノーで、行われた FC バルセロナとのエルクラシコにて、ラウルの得点をバルセロナに2失点を喫した後半41分に、ラウルが2得点目を奪って同点に持ち込んだ。2得点目を決めた後、敵地の大観衆に向かって、口に、 人差し指を当てて失踪した。家族は妻のマメンサンスと息子4人と娘1人、三男と四男は双子。長男の名前は彼をトップチームでデビューさせた当時の監督、ホルフェ・バルダーノに次男の名前はラウルのアイドルでレアル・マドリードのストライカーだったウーゴ・サンチェスにそれぞれちなんでいる。また三男はレアル・マドリードに所属したエクトル・リアルに 4男はドイツの名手ローター・マテウスにちなんで名付けている。フェルナンド・モリエンテスとは大の親友であり、レアル・マドリードとスペイン代表で抜群に息のあった2トップを形成していた。2005から06シーズン、ラウルが負傷していた頃に、モリエンテスが所属していたリバプールのホームスタジアム・アンフィールドにも数回観戦に訪れている。 また、2002年8月30日の UEFA、スーパーカップのフェーノールト戦では、ロナウドの加入問題によって、試合に出場できなかったモリエンテスのユニフォームを、自らのユニフォームの下に着込んで合わせに臨んだ。ラウルはその試合でゴールを決めることはできなかったものの、試合は3対1で勝利し、クラブ史上初の、スーパーカップ制覇を成し遂げた。試合中に、 ラウルに対してエキサイトする選手や演技を指摘する選手は滅多におらず彼が倒れた場合や接触した場合はほとんどの選手が手を差し出すほど紳士的とされているプレイヤーであるまたいまだかつてシミュレーションを取られたことはない2006から07シーズンの FC バルセロナ戦ではシュートを空振った際に足を痛め倒れかけたその後の診断で人体の断裂と判明ラウルに 即座エジミウソンが手を貸し、その五両チームの選手が駆け寄り心配している姿が放映された。ラウルは重傷にもかかわらずゲームを再開させるために、短歌を待たずに、ピッチの外へ片足で移動した。シャルケで同僚となった内田篤人は、献身的で守備もしてくれるがそれでいて、点も取る。ああいう選手がいると後ろが楽。ラウルはスターだが、意見も聞いてくれる。 そういう人間性がすごいといった評価をしている。内田が、マインツ戦で怪我をして走れない時に、内田がドリブルしようとしたところ、内田のボールをかっさらい、お前は止まっておけと気遣い申しい、一方、ハビエル・ポルティー城の父親が、息子が放出されたのは、ラウルのせいと発言したと報じられたり、シシーニョは、レアルマドリード対談から3年後、レアルマドリードのロッカールームの中は、 ラウル・マドリード、ロベルト・カルロスやロナウドがいなくなった後、ブラジル人の立場は悪くなり迫害されたと批判されたこともある。読書家であり、愛読書はアルトゥーロ・ペレスイコール・レベルテ。また、カリやスペイン音楽、闘牛も好む。優勝時には、レアル・マドリードのエンブレムの入ったカポーテで闘牛のパフォーマンスを行ったこともある。ラウルが、レアル・マドリードから移籍した後は、 このパフォーマンスは、セルフィオラモスに受け継がれた。レアル・マドリードの一員として親善試合のため、来日した際、フェルナンド・モリエンテスと共に、日本のバラエティ番組、めちゃにイけてる、のコーナー、ヤベッツ氏に出演した。その際に、ペナルティのワッキーが披露した芝刈り機のモノマネについて、すごく面白かったと語っている。102試合。 44得点堂大会終了後、フェルナンド・イエロの代表引退に伴い、キャプテンを引き継いだ。2003年1月、イエロの持っていたスペイン代表の歴代得点記録を更新。スペイン。ドイツ。カタール。アメリカ合衆国。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。